はい、重たい週明けの気分をサッカーでちょっと明るく、週明けイレブンの第79回放送、今夜は10月29日、月曜日夜7時半、若干2、3分過ぎておりますが、7時半スタートで、いつもより少し早くスタートしております。私、週明けイレブン MC やっております、夫の浅坊長です。ということで、今夜の特集は、全社4試合レポートというね、ものすごいな長い尺になるので、オープニングトークはもうそこそこに、先ほど週明けプラスでもちょっと、喋りましたが、余計な話すると長くなるので、いつものコーナーに行きます。L 字では J1、J2、J3 の試合結果やね、各大会の情報が出ておりますが、そちらも見ながら、まずは冒頭、ヘッドラインニュース5本お願いします。はい、では読みましょう。1本目、天皇杯のベスト4が決定しました。J2 所属のビファーレ長崎は、準決勝で鹿島アントラーズに挑戦ですと。はい、鹿島アントラーズが、ベスト8でね、準々決勝で、本田とやったんですね。で、0-1ですかね。っていうか、まあ、鹿島からすると1-0で勝利でね。本田さんからすると0-1で敗戦っていうね。あ、私も、見てましたけど。まあまあ、いい勝負できたんじゃないですかっていうね。まあ、その勝った鹿島が次は J2 長崎でやるとね。まあ、いよいよですね。もうベスト4になってくると、もう賞金も出ますからね。準決勝からは、今、金額変わってるんですが、5000万ぐらいはもう確定してますからね。J2 優勝する金額より、天皇杯ベスト4の金額の方がでかいっていうのが、なんか、数年前まで僕ら界隈では賑わってたんですけどね。まあ、はい。頑張ってください。J2。ね、J2 で天皇杯優勝するというのもいいものだと思いますので、J2 の長崎さん、ぜひ。頑張ってほしい。さあ、次、2本目、同じく J1 の浦和レッズが、今度は ACL やってたんですよね。ACL で甲州工大でいいんですか？甲州工大を撃破して、セカンドレグ、見てました。これも、私は、深夜番組で、はい。ACL、いよいよ決勝と、確か3回目ですかね、浦和ファイナルがね。いやー、すごいですね。J1 のリーグ順位だと、今、浦和はちょっとあんまり良くないんですけどね。まあ、1年に1個ぐらいはタイトル取るっていうのがね、最近の超小クラブのね、あれなんでね、まあ、浦和レッズにも頑張ってほしいなと思います。さあ、3本目はルヴァンカップ、こちらもカップ戦の話。川崎フロンターレが初優勝しましたっていうね、昔はシルバーコレクターなんて言われてましたが、てんてんてんと、もう汚名返上というかね、もうシルバーではありませんと、ゴールドコレクターになりました。カップ戦で初ですよね。天皇杯含めて初じゃないですか、川崎。天皇杯取ってるんですか、もう。フロンターレは天皇杯は取ったことあるから、ルヴァンカップ、いわゆる旧ナビスコカップと言いましょうか。はい。いよいよ取れたと。ナビスコカップ時代を含めて4回準優勝が確かあったっていうのがね、フロンターレのそのシルバーコレクターと言われるゆえんだったんですけどっていうね。まあ、カップ戦のニュース3本続きますっていうね。さあ、4本目は今年のハロウィンは地味果てなど、各スタジアムでイベント開催も、多分、イベント開催も、てんてんてんっていう意味だと思いますが、はい。ハロウィン、始まってますね、渋谷。飲酒自粛みたいな話になってますけどね、今、渋谷ね。今、私たち喋ってるところのそば、渋谷、割と私も通ることあるんでね。はい。ひっそりやってる感じですよ、っていうね。はい。さあ、5本目のニュースは、J2 の横浜 FC、中村俊輔選手。東京ヴェルディ戦でゴールを決めて、これが横浜 FC に移籍しても初だと思いますし、J2 としても初ゴールという意味なんですか。なるほど。合ってますか。J2 で初ゴールでいいんですか。多分横浜 FC に移籍しても初ゴールですよね。はい。御年41歳ですか、中村俊輔選手ね。まあ、なんか、き、あの、まあ、初ゴールっていうか、まあ、J2 で初ゴールっていう、初ゴールっていうニュースというよりは、この、いろいろキャリアを重ねてね、なお41歳、40歳過ぎて、今、
横浜 FC でプレーしているということもね、いろんなもう、それだけでも話いくらでも広がりますけど、まあ、決めた相手が東京ヴェルディっていうのもね、なんかいいですねっていうね、はい、絵になるというかニュースになる男って感じがします。さあこの中の5本で今夜のピックアップは1本はハロウィンのニュースいきます、はい。昨年渋谷駅で暴動寸前までなったハロウィン、その影響か各チームのハロウィンイベントもトーンダウンしておりますと、週明け調べ、これ番組のスタッフが調べたんですよ。週明け調べによると10月27日日曜日開催の J2 リーグ戦ではハロウィンイベントを告知していたのは5試合でしたと。5試合のみだから、ホームが11試合あったずらで11分の5、ね、でハロウィンの限定グッズなど販売のみ、ね、今日はハロウィンイベントをやるわけで、なんか限定グッズ発売ですよっていうのみと思われる試合が3試合と。でハロウィン関連の告知を全く見つけられなかったのが3試合と。以上、11試合のうち、5、3、3と、はい。で、実際はどうだったのか、試合当日の夜に、ツイッターなどなどで検索しても、ヒットするのは、ね、検索でヒットするのは、昨年の2018年のものばかりで、やはり今年のハロウィンのイベントはかなりトーンダウンしているようですと。まあ、これがその去年の渋谷の暴動寸前だった大事件の影響でしょうかという、ニュース原稿です。女性と子供を取り込めるハロウィンイベントは集客の上で重要だと思われますが、昨年の渋谷の一件でファミリーで楽しむお祭りから若者と外人が羽目を外すイベントに変わってしまい、Gリーグが話してはならないインスタ女子とママブロガーにとって魅力あるコンテンツではなくなるのかもしれませんっていうね。さあ、意味わかりますかね。まあもう、ハロウィンをサッカークラブの集客イベントに使うのはオワコンになってきたんじゃないかという意味ですよ。はい。インスタ女子とママブロガーを捕まえられなくなってくるよっていうニュース原稿です。さあ、町おこしなどにハロウィンを取り入れていた地方自治体だけでなく、各クラブも流行り廃りのない独自の企画立案が求められておりますという今夜のピックアップニュース原稿でございました。はい。そうですねと思うこともありますし、まあ、サッカー側からするとね、サッカー界側からするとね、どうしたら、スタジアムに来てもらえるかというか、もらえるかというとなんかこう減り下ってるんで嫌なんで、行きたいなと思わせるものは何かというのはね、試合があるんですよ、当然。90分の試合はあるんですけど、試合だけで、十分集客ができるんだったら、今頃 J1 から J3 まで全部スタジアム満杯じゃなきゃおかしいわけですから、何かリーチ、つまりアプローチ、あ、それだったら行ってみたいなと思うきっかけは、試合以外にもたくさん作り出さなきゃいけない中ですね。まあ、この季節になるとハロウィン、この季節になるとなんとかって、もはやこう、企画がルーティン化してるというんですかね。あと、どのクラブも横並び化していく。そういうところでまた、こう、マンネリ化と飽きがあるのかなとは思うので、やはり、その、流行り廃りのないものももちろん、一生懸命考えなきゃいけないですけど、なんていうんですかね、まあ、時代の変化とか、そういう、人々の興味関心とか、やっぱそういうのは敏感にこう、アンテナ張ってないと、なかなかあれじゃないですか、固定客しか結局来ないみたいなことってのはありがちなんですよねっていうね、はい。まあ私は今こうやって週明けイレブンなんて番組でこう喋ってる側なんでね、少しこう大外からこうちょっとこうただ感想を言ってるだけですけど、もしも自分がその当事者、こう集客をしなきゃっていう側だったら、もう毎週あれじゃないですか、10、20企画バー出して毎日会議しながら一個一個トライアンドしようみたいなね。そういうもう、やる側だったらとにかくそれぐらい力をかけてやることの重要性は、はい、十分私自身も認識しております。はい。今は主役イレブンで喋っておりますが、時と場所が変わればそういうことをやる時もありますので、私も、はい、このニュースには非常に興味を持っております。さあ、以上、ヘッドラインの J リーグ日本代表編終わり。R リーグいきます。ヘッドライン。
シュアゲットライン、今週、番組が選んだ5本のニュースいきます。天皇杯、こちらも天皇杯の準々決勝、こっちは、R リーグ目線でいうと JFL のホンダが、J1 鹿島に惜敗しましたと。惜しくも 0-1 で敗戦と、はい。さあ2本目、5000人動員に寄与するのかというね、居酒屋ムサリクが今年も開催へというね、これは深掘り多分しないですよね。しないですね。じゃあしないから分かんない人に言いますね。ホンダロックさんっていう JFL のチームがですね、今度、武蔵野、東京武蔵野シティと今週末じゃないですか、確か試合ありますよね。はい、で、武蔵野市陸上競技場のことを通称ムサリクと我々界隈では呼んでまして、で、そこのムサリクのメインスタンドのアウェーより、つまり相手がホンダロックなので、ホンダロックさんを見に来ましたよ的な、別にサッカー見に来なくてもいいよという人もありなんですけど、そこで、ベンチにね、座るところにね、食べ物を持参したりね、飲み物を置いてね、そこで居酒屋のような、居酒屋のようなことをするので、居酒屋ムサリクという名称ですね。まあ、これ以上深く話すとですね、特集の時間が長くあるため割愛しますが、今年も開催されますというのは2本目のニュース以上終わり。はい。3本目は JFL の鈴鹿アンリミテッドさんが、なんと飛行機での仙台遠征が実現しますと、これはソニー仙台戦だと思いますが、アウェーの。以前からクラブの公式ホームページ等で、告知してたことですよね。皆さんのそのなんか投票ですか、あれは何ですか、なんかのそのリアクションですよね。とにかくね、飛行機なのか電車なのかみたいなことをね、応援してる人にそれをこう問いかけてて、それがいよいよ飛行機での遠征が決定というのが、いよいよ決まりましたというね。はい。さあ、4番目、東海リーグ一部のニュース、矢崎バレンテ対トヨタ州球団が、中止になったと。台風で、おそらく。今季通算4度目。このカードが4度目って意味ですかね。すごいね。呪われてますね。バレンテ対トヨタ。はい。これ4本目のニュースです。はい。5本目、アルティスタ様や、栃木シティ、ね、これアーティスト様っていうのは長野県の東御市、ね、にあります、長野県の北信越リーグのクラブ、栃木シティは関東リーグ、関東一部の、ね、栃木県の栃木市のクラブ、台風の被災地でありました、ね、が地元を支援しておりますっていうね、この2チームだけじゃないんですけど、このニュース5本目は浅間と栃木市でね、今、電車が終わって、ね、鹿児島から地元に戻って、早速地元の被災地、たくさんもう洪水というかね、水害というかね、もう大変なことになってるんで、今、長野もね、栃木も、あと東北もね、もういわきも本当大変なことになってるんでね、皆さんが地元に帰って、地元を支援しておりますというのが5本目のニュース。さあ、ピックアップしましょう。原稿を言います。5本目。台風19号の被害に見舞われた地域では、地元にある地域リーグのクラブも支援活動に従事しておりますと。北信越リーグはアルティスタ様は、長野市や佐久市で土砂の、排除作業などのボランティアをやっておりますと。関東リーグの栃木シティは、栃木シティの練習場自体が土砂の、ね、被害を受けてます。もう多分濁流と一緒にもう石とかいろんなものが練習場にダーって流れ込んで、まあそれを多分回復する回収っていうんですか、まあ、つまりお金のかかる作業をクラブもやんなきゃいけないっていうのも大変ですけど、それ以外にもその地元のね、被災者の方やね、災害のボランティアに参加して、そのお弁当をね、300食、多分、被災者のその支援のセンターみたいなところ行ってね、お弁当を配ったりして、栃木シティもサッカー以外のことで地元の地域のね、力となっておりますと。ここまではニュース原稿ね。ここからは私の追加、アドリブ原稿を読みますが、まあ、いわき FC もね、いわき市でクラブハウス自体をね、開放してね、シャワー室やね、いろんなものに、その、いわきの市民のね、被災された方にね、利用してもらおうとか、
もう、まあ、サッカークラブといえども、その町のね、住民でやまりね、市民でもあるわけですから、助けられる部分は助けていくでしょうし、逆に、市民の人から、助けられる局面もあるでしょうしね。やっぱりこの町にとってこのサッカークラブが必要かどうかって、多くの人に思われてるかどうかっていうのが、まあ、ピッチの90分以外のところでも、見てる人は見てるんじゃないかなと思うのでね。まあ、困った時はお互い様というかね、助け合わなければ人間は生きていけませんから、もう金持ちも貧乏人も関係ないでしょう、そういうとこはって私も本当思うのでね。持てる人は持てる力をどんどん発揮してね、お互いで助け合っていって、早く、平穏なとかね、日常の幸せを早く取り戻してほしいなと思っております。では、ヘッドラインニュース以上5本終わり。特集でございます。さあ、ややオープニングからやや喋りすぎて15分経ってしまいましたが、さあ、ここから全社本大会準決勝、三決決勝の4試合をダダッとレポート動画いきますが、まずは全体の表というか、もうこれはもう毎週の特集で見せてますが、どうぞ。10月の12日土曜日から16日の水曜日まで、5日間連続して行われておりました。この表は、まあ、32チーム出てましたっていう話と、今日はベスト4なんでね、ティアモ枚方、横浜武尊、おこしやす京都、いわき FC、この4チームが、火水2日間最後残った、ね、残りの28チームは月曜日でみんな、大会を去りました。ね、鹿児島からも帰ったチームもありましたということで。じゃ、詳しくベスト4を見ましょう。ドン。まずは準決勝。これからレポート見てもらいますが、1試合目は、ティアモ枚方対横浜武尊の試合。2試合目が、おこしやす京都対いわき FC。トーナメントはもう結果出てますよね。もう結果は先にお伝えします。ティアモが勝って、おこしやすが勝ちました。そして決勝がこのカード。負けた側の武尊といわきが三決に回りました。これが水曜日に行われた三決と決勝という意味でございます。では、とりあえず動画を見ましょう。1試合目、渾身のレポートです。長いです。27分約あります。ティアモ対横浜武尊、どうぞ見ながら喋ります。動画の音声もほぼほぼ聞ける程度で、私がたまに喋りますから。黄色いユニフォームが横浜武尊で、青いユニフォームがティアモ枚方です。国分多目的運動場ですかね。さあ、前日の月曜日、準々決勝で、刈谷相手に逆転勝ちを収めてティアモ枚方。そしてこちら横浜武尊、記念撮影の後にしっかりとまず応援してくれるサポーターに挨拶。ティアモは全社枠で出場決定してますっていうね、迎えた火曜日のゲーム。タケルは全あのチケットには行きませんよっていうチームで、いよいよ関西の強豪チームとの対戦だというね。4日連続ですから、4日目ですから、毎日試合してますから、このチームたち。休み休みの選手もいますが、全試合フル出場の選手もいますから、疲れてないといえば嘘になりますが、さあ、タケルはですね、この大会始まってから連日のように、前から前からね、攻撃的にサッカーやっていこうっていうね、楽しんでサッカーをしようっていうのをね、心がけてプレーしておりましたから、序盤はですね、タケルも前からのプレッシング、そして奪ったら鋭いカウンター意識が全員で統一されていたなという、前半の頃は全然走れてますっていうね、ややティアモはリズムがややぎこちないかなということは見ていて感じましたが、さあ、前半セットプレーからクリアと。
さあこれも裏、でここまでは本当ね、まだ前半なんでね、本当に必要に必要にね、チェイシングボールと人にどん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 圧をかけようって言ってね、カバーリングもね必死になって走って、クリアしておりました。さあ、タケルの特徴、右サイドバックのロングスロー、これが非常に武器でありまして、コーナーキックと同じぐらいの威力があるサイドスローでございます。さあ、そしてまた続けてコーナー、ゴールキーパーパンチングと、これキャッチ。さあ、ここからティアモカウンターいきます。ゴールキーパーのキャッチからもう1本のパス、フィニッシュまでいきますよ。ドン、これはサイドに。まあ、ティアモの方は本当に下から崩してね、こうやって、緩急使ってね、縦パス入れて、中央も崩しますけどサイドも崩してるというね、本当にボールをね、大事にして、何度も何度も同じ攻撃パターンを繰り返せるね、非常にあの、選手間の意思疎通が統一されてるチームだなというのが印象。さあ、これが、ティアモ枚方の先制点です。ファーサイドの折り返しを、センターバックの樋口選手、背番号4番が詰めて先制。さあ、失点したタケルはですね、一回これでまたゴールキーパー中心に全員集まろうとね、声を掛け合ってね、失点しても引きずらないっていうね、そういうあの気持ちをすぐにみんなで集まって盛り立てようとするタケルと、まあセットプレーからようやく1点こじ上げた枚方、1-0 で前半。これのプレーで多分最後の方かな。ここも前から前から取り込んでね、黄色いユニがね、前5、6人グッと集まって、ね、前からチェックするときはいい感じで詰めるんですけど、なかなかゴールまではいかずと。前半終了しました。さあ、後半です。ちなみに13番は山浦選手、まだこの日まで、今大会はまだゴールがゼロなので、ぜひゴールが欲しいと語っていた山浦選手ですが、さあ立ち上がり、まだ0-1なんでね、落ち込むことなく、もう後半立ち上がれば前から前から取り組むタケルでございますと。さあ、これもう一回シュートしようかな。枚方の方はですね、まあ、昨日までの3日目を終えて、ややあのベンチメンバー、ベンチに休ませる、例えば野澤拓也選手はもうこの日はベンチスタートですし、試合も出場しませんでしたし、今まで出てこなかった、ね、3日間では出れなかった若い選手も含めて、使われておりますし、ゴールキーパーのキローラン・ナイル選手は、この4日目で 初先発ですね、タケルの、ね、攻撃をシュートをほぼほぼ、危なげなく守っておりましたゴールキーパーはね、キローラン・ナイル選手と。さあ、ここでもうそろそろ2点目が入る時間帯になってますよというダイジェストですけど、これが2点目のシーンです。右サイドから中央に、そしてまた左に向いて、これ素晴らしいゴールです。ウィート、背番号17番福森選手、時間が後半の28分、追加点。まあ、タケルとしてはね、
攻めて攻めて攻撃して、なかなかこじ開けられず、平方に、余裕でこう守り切られて裁かれて、そして 逆襲というかね、平方のペースになったらまた2点目を奪われたという形ですね。まあ、なんとかもう最後のね一矢報いたいという感じで、ここでファールを犯したですねセンターバックの平方の野原選手が一発レッドで今退場しています。これがもう後半アディショナル80分プラス3分ぐらいのところです。もうこれ試合終了間際なんですが、このシュート最後枠外で試合終了と。まあ、快進撃を使ったタケルはね、まあ、ここまで善戦しましたが準決勝敗退と。決勝進出は平方。見ててキローラン選手はどう感じてましたかこのゲーム。そうそう、僕的には、まあ、最初立ち上がりはちょっとみんな硬くて、でなんかあんまりそのティアモとしてやりたいサッカーっていうのはできてなかったんですけど、まあ、1点入って少しこう落ち着きは出たかなっていう、まあ、でもそれ出たにしてもやっぱりもうちょっとこう落ち着かせてゲームを運べたらなっていうのが正直素直な印象ですね。まあ、後ろはもうゼロで行こうっていうふうに話してたんで、うん、そこはもうまあ、ずれずに、はい、やってました。このまあ大会4日目ともなるとですね、まあ、土曜日からずっと出てる選手もいればいろいろいると思うんで、この3日間出てない選手も混ぜながらの今日のスタメンだったと思う。あのキロラさん そのベンチスタートの時もこのチームであると思うんですが、はい、まあ、J のクラブでもプレーしてましたし、あたりでプレーを今自分が続けているというそのモチベーションや、あのその何かこう挑戦しているという部分があれば、個人的な部分で任意で何かあれば教えてほしいです。まあ、でもこのチームは本当にその上を目指してて、で、まあ、見た通りメンバーもこう JA から来た選手が何人かいて、で、まあ、本気度は多分伝わっていると思うん で僕もその中で、まあ、それが別にモチベーションというわけではないですけど、もともとそのサッカーが好きで続けているん で続けているからにはもっとやっぱ上目指したいというのはあるんで、まあ、そこはブレずに、はい。企業でもあのプロの形でプレーする選手と働きながらってありますが、はい、そういうミックスされたチームでやるっていうのは今までずっとこうプロクラブでバーンって入った選手にとっては何か感じること、何か違いを感じることってのは。でもこのリーグに来たらそうはいかなくて、うん、まあ、働く選手ももちろんいますし、はい、でもそれをしながらもサッカーを続けてるってことはやっぱりサッカーにみんな好きでやってて、で、ね、でその中でやっぱまあ各々のチーム働いてる人選手もいれば働いてない選手もいればで、すごく本当に一番こうコンディション的にもモチベーション的に難しいリーグかなっていうふうには思うんですけど、でもそれも多分それで多分みんな楽しく感じてやれてるんで何も多分不満はないと思います。昨シーズンは東海リーグで鈴鹿アニメテッドが見事最終的にチャンピオンズリーグで取りまして、はい、コリンさんが、はい、そうですね、兄弟ではそういうあの大会どうのこうのみたいなこう情報的にはなんか会話したり連絡とかもちろんその去年の段階でもしましたし、はい、まあ、今年始まるタイミングだったりこの前だったり もちろんしますけど、うん、まあ、この大会で言ったら40分ハーフ で連戦で本当にこう最初の先制点だったりっていうのがこう運命を分けるかなっていうのも含めて、で今度のチケットもまあ3連戦、予選の3連戦あるん で1位、基本的に1位しか上がれないので、もう本当に先に点を取っていかにやられないかっていうのが本当に勝負の鍵になるって聞いてるん でそこはちょっと意識してチームとしても口酸っぱく言ってやってますね。そうですね、でも2年前にいた選手は一応チケット経験してるんで、まあ、難しさは多分分かってると思いますし、まあ、でもこのレギュレーションも結構複雑だったりするじゃないですか、そこを含めてやっぱこうなんか分かってない選手もいたんで、まあ最初はそういうとこからこう、はい、順にこうなったらこうなるんだよっていうのをちょっとこう伝えていきながらやってたんですけど、はい、クラブを昇格させるっていうその挑戦っていうのは3部から2部とか4部から3部とかそれぞれハードルが当然あるんですが、おそらくこの5部から4部が一番日本で難しいと言われています。そうですよね、その自分たちのリーグ以外のとこともやらなきゃいけないんで、なかなか非常に特殊なレギュレーションですし、そうですね、まあ、でもそこをどこのチームもやっぱ勝ち上がっていってるんで、そうなんです、はい、
去年の松江も去年の鈴鹿もそうですけど、ね、どの方もですね、それを経験した、はい、もうあんなのもう二度とごめんなさい。そうですよ、本当にそれ実から10万で上げるプレッシャーに比べたらって、なんかそれをこれからまさに。そうですね、まあ、でも僕としてはそのチケット初めてなんで、まあ、楽しみなところもちょっとこうあるんで、ドキドキワクワク感っていう意味でも。そうですね、そっちの今のところはこう強いですね。なんかいいですね、らしくて、そこら辺のポジティブさが。ありがとうございます。私は多分あの11月の福島の J ビレッジまで全部行く。あ、本当ですか。わかりました。またじゃあこうやってこういう形で話できるように頑張ります。挨拶挨拶。今のインタビューが、キャム平方のゴールキーパーキローラン・ナイル選手です。キローラン選手の話、V が終わったら後でやります。さあこちら、タケル試合後このように、他のね、タケル以外の関東リーグを普段応援するサポーターもね、こうやって温かい応援しました。そして必ずやる相手チームの応援ところにも行っております。これも関東リーグからずっとやってるタケルの選手たちが必ず挨拶してます。ちょっとじゃあ大きくしてもらいますか。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。週明けイレブン出ちゃいました。週明けイレブンです。ギリギリまで粘った。僕プラス見てました、ちょっと。今日朝ギリギリまで見てました。いや、カットけます。一番なかったな。なあ、ちょっと映画ね、映えなかったね。映えない。思ったより疲れてた。何もちゃうんすよ。今日ヒーローインタビューできないじゃん。誰も決めてねえかな。やっぱちょっといつものリーグ戦の雰囲気出ちゃったね。大輔と南のいつものあれで。でもハグしてちょっとなんとかなると思ったんだけどね。ちょっと相手が上手すぎた。そうだな。やっぱね、ベンチもね、元気なかったよ、正直。はっきりと。それは。あったべ。疲れたな。あげましょう。が、岡本武の道元監督です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まずこの試合、今日、まあ、4日連続の4日目のゲームということなんですが、はい、まあ、3試合通して非常にコンパクトで、クリアボールにも一生懸命チーム全体で押し上げっていうのも徹底できてましたし、コンパクトを80分保つっていうのもできていたので、まあ、そのいい部分を出そうっていうことを、大前提に、そして、まあ、その中でもちょっとした分析でティアモさんの弱点とかをつければいいかなというゲーム戦術で今回の、うん、そうですね、まあ、これまでやはり全部先制点を取っているので、はい、ただこれまでの相手よりもちょっと一つ、まあ、相手の選手のキャリアを見た限りでは一歩一段上かなというのもあったので、はい、まあ、先制点取られるのは仕方ないので、うんうん、まあ、雰囲気悪くならないように連続失点しないようにというところを心がけてゲームを運んだんですけれども、うん、ちょっと2失点目を食らってしまって、はい、あのちょっと2失点目はちょっとこう突き放される、まあ、時間帯も含めてちょっと、はい、っていう感じでしたかね。はい、けど現状関西リーグの、まあ、1位に優勝争いするようなクラブと戦ってみて、はい、こうちょっと関東一部今シーズン戦ったちょっと比較っていう面で、はい、どういうところが基本的にちょっとまあ先試合後もとか試合中ハーフタイムも言ったんですけど、ちょっと関東リーグで勝てない時の流れがうちが出しちゃってたかなっていうのがあったので、やはりこれまでボール取ってからのカウンターとか押し込まれてからもカウンターでひっくり返したりっていうのができてたんですけど、それが本当に強いチームはちょっとまだまだうちがそういうのができないので、そこが関東リーグと関東リーグの上とか関西リーグの上のチームとうちの差なのかなっていうか、関東リーグの上位陣とこの関西の上位陣のレベルというか実力っていうのはもう拮抗してるかなって感じますかね。特に手強いっていう感じ。最後の崩しの部分の質がすごい高くて大きくクリアできないとか、コーナー取られちゃうとかファールが多くなるっていうのは関東リーグでも、関東リーグの栃木さんとかそういうところとやった時もそういうのが出てしまって、今日も多く出てしまったので、各地域のトップチームはやはりちょっと強いなという印象は結構ありました。この大会はまた11月につながるためのこう敗者復活戦みたいな、その前哨枠みたいなのがこう非常にこう混ざっている特色があって、出場するクラブによってその位置づけ、目標、モチベーションというのは、まあ、武尊の場合はまあリーグ戦、今シーズンのリーグ戦の結果があの残念な結果で終わってしまったので、どういうモチベーションやどういう目標でこの選手たちを
校の鹿児島に連れてきたかっていうのは、はい、いかがですか。まあ、リーグ戦がちょっと降格圏で終わってしまったので、まあ、全国ではちょっと守備より関東リーグではちょっと守備から入ろうっていうところを意識してやっていたんですけど、まあ、リーグ戦が終わって、まあ、全国ではちょっと攻撃的なタケルっぽい、これまでのタケルっぽいサッカーをしようということで、まあ、全体でもう統一できていたので、そこが今回 の, あの結果につながったのかな。そうですね、そこまで気負うことなく楽しもうぜみたいなところが、みんなもそこをうまくなんていう、まあ、ポジティブに捉えて、そこまで切羽詰まった感じがなかったのがいい結果に。非常にあのポジティブに試合、あの選手たちは、はい、多分一番目立ってたと思うんですけど、はい、でまあ、リーグ戦がうまくいかなかったので、まあ、そういうところをガラッと変えて、まあ、武田の歴史を見てもやはりそのプレッシャー与えるよりも伸び伸びやらせる方がいいなと感じるシーンもリーグ中あったので、まあ、そういうところは本当に、まあ、選手の意見も聞きながら、はい、変えるところは変えて臨んだという感じです。明日が最終日で、はい、3位決定戦に前に行ってないんですが、この順番、はい、やはり先ほどおっしゃってた3位決定戦も自分たちのスタイルで行こうと、はい、いう感じですかね。ティアモさんとの試合でも後半の立ち上がりとかはつながせないぐらいのいいプレスもできていたりしたので、まあ、そういうところをまたビデオでみんなと共有して、まあ、最後楽しんでメダル勝ち取りたいなと思います。この4日間5日間で日本中 の, あの現地に来れない人でもインターネット上ではタケルの軽くフィーバーがずっと起きているので、あの要するに世の中にはまだ横浜タケルを見たことない人がもちろんたくさんいるので、まさかまさかのベスト4っていう感じで、はい、今存在感が多分一番出てるステージ3位で、はい、クラブとしてもね、そうですね、伝えてもらいながら関東代表でもあるので唯一残ってる、そうですね、背負って、まあ、他チームのサポーターも来てくださっているので、もう連合軍の心強くて、まあ、そういう方の期待と保護者の方の期待と、あとあの運営してくれている学生さんたちとかが、まあ、見ていて楽しいようなサッカーして勝ちたいなと思います。非常に好感の持てるチームだ、クラブだなという印象をこの地元の人たちも含めて、また明日よろしくお願いします。はい、お願いします。まあ、ある意味ゼロ一の状況はすごいやり慣れてる、よく言えば、はい、やり慣れてるん で, で逆には今回の大会でかなりテーマ取れてるんで、まあ、だから結構いけるなっていう雰囲気は。そうですよね、ゼロ一の時そんな慌ててないですもんね、今日。そうですね、今日の試合もね、はあ、まあ、知ってしよう盛り上がるっていう、そう面白い今大会はまた、はい、決めてやってるんで。なるほど、まあ、はい、まあ、それこそバレーみたいな感じで。なるほど、一回集まって、はい、集まってキャッキャして、はい、盛り上がる、おおおってやってからもう一回。そうですね、でもそれリーグ戦でもやってますよね。まあ、リーグ戦もちょっと集まってるんですけど、まあ、リーグ戦よりもさらにこっちは気楽なんで。そうですよね、はい、より明るさが増してます ね、 あのすね、関東リーグで見てる時の雰囲気と、はい、なんか 1.5 倍増しかっていうぐらいのこうはしゃぎっぷりが、ね、そうですね、まあ、あの真面目にやりすぎるのは僕らのスタイルじゃないっていうのを、まあ、再確認したというそれが言い切れるところがこの32チーム中オンリーワンですよ。そう言ってるんですけど、まあ、やっぱそのうちのチームの特徴というか、まあ、本当なんかサッカーを楽しく、まあ、やる選手がただ集まってて、そうですね、たまたま今関東一部にいるけど、まあ、ステージは関係なく、やっぱそういう選手が集まってのはタケルだっていうのが、そうですね、はあ、言ってるんで、サッカーを楽しむっていうマインドをプレーでもそうですし、プレーの前後でも常に表現しているというのが私の印象で、うん、そうですね、まあ、関東リーグをよく見てる人にはもう有名な話ですけど、なぜあの集合写真の時はああなのかとか、やっぱり固定概念持ってる人からすると、はい、私はびっくりするわけですよ、皆さんはそうです、ね、外から見てる、はい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 、でもご自身たちは、はい、いやそういう、はい、あのそういうチームだからっていうのが、そうですね、ずっと続いてるじゃないですか、はい、もうなんか全部楽しむっていうか、ですよね、はい、勝っても負けても楽しむし、もうサッカー自体もいろんなそれぞれの楽しみ方で、そうですよね、はい、やるっていう感じで、あの個人としてはこの前者っていう大会はどういう魅力があるな、もしくはワクワク感が、うん、はい、まあ、僕が入団してから初めて出たんですけど、はい、まあ、やっぱすごい楽しいですね、楽しい一言だし、まあ、なかなかこう社会人チーム特性上やっぱりみんなで宿泊してこうプレーすることが、うんうん、合宿的な、はい、ないので、まあ、そういった意味ではそのチームビルディング的にもすごいいいかなっていう、コミュニケーションをこう集中して長い時間取れるっていう、はい、メリットや楽しさもあった、うん、そうですね、まあ、あとだからみんなが言ってるのは、その結構やっぱ横浜タケル、うん、名前知らない、
猛襲ってやっぱ言う方が結構多かったりとか、ね、まだまだそうですね、はあ、だし、まあ、やる相手やる相手みんなすごいやっぱ名前が全国的に知り渡ってるところが多くて、でも僕らのちょっと名前も今回の大会でもちろん、はあ、認知度が上がったなって言って、なんかそのそれこそツイッターの検索とかもうあれですよ今トレンドワードですよ、はあ、だみんなもずっと携帯持ってますよやっぱ嬉しい、そうですね、単純に嬉しい、はあ、自分たちのことをチームやね、そうですね、あれを知ってもらえるっていう、はい、アピールがこんなにできるんだっていう、はあ、まあ、だからそういう意味でも、まあ、知ってもらうってすごいでかいじゃないですか、はい、今の時代とかに、まあ、だからそういう意味でも、うん、すごく価値がある大会かなって、うん、特に僕らみたいなチームとって、そうですね、まあ、そう今回その、クラウドファンディング、はいはいはい、まあ、させていただいて、まあ、すごくやっぱたくさんの方に結構反応があって、はい、ご支援いただいて、まあ、それこそ、ね、日頃応援に来ていただいている方もそうですけど、まあ、そういった形でもまあ、サポートしてもらって、うん、まあ、とにかく僕らはその感謝でやろうっていう形で入ってるんで、まあ、その感謝と楽しむっていう結果が、まあ、とりあえずここまで、来れた要因かな。この4日間はそれが、はい、表現できているというか、そうですね、充実しているって感じですね、はい、そうですね、まあ、本当僕ら楽しくサッカーできたんで、まあ、できてるんで、まあ、そういったのも僕らの、その、なんだろう、恩返しの一つというか僕らなりの形だと思うんですけど、話で、はい、クラブとしては J リーグを目指さないともはっきりとこう、そうですね、はっきりと宣言する、うん、中には、まあ、そうですね、はい、目指してますって言ってる割に実は本音は違いますみたいなクラブもあれば、うん、目指してないんだけど目指しますって言わないとこう注目されない、お金が集まらないっていう理由で目指しますって言っちゃったり、うん、いろいろこう曖昧なファジーなクラブが多々ある中でですね、ここまでパシッと言い切れるのはそれはそれで僕は素敵なことだなと思って、でそれは伝えないと、はい、うん、でも日本人ファンのサッカーファンの全体にはやっぱり上目指してなんぼとかそういうのがこうこびりついてるんで、うん、違う価値観のコンセプトがあるのでいいじゃんって誰かが言い続けないと、うん、価値がに気づいてもらえないし価値も上がらないしっていうのがあって、うん、割と僕はやっぱなんか競技スポーツなんで、はい、まあ、もちろんその勝つことにやっぱこだわるのはすごく大事なことだと、はい、まあ、僕個人もそれはすごく思いますけど、やっぱその前にサッカー楽しんでなんぼみたいな、ですよ、ね、まずやっぱ楽しいからみんな入って、でその中でじゃあやっぱ負けたら悔しいし楽しくないよねっていうのがだんだんやっぱ勝つことになるんですよ。でも僕らはまずやっぱ楽しむが前提にあるので、まあ、もちろん勝ち負けで勝ちがいいですけど、まあ、そこに何だろうな、まあ、やって楽しんでやった結果今そこにいるっていうのが、まあ、来年は関東2部ですけど、まあ、楽しんでやった結果関東2部で、またそこからじゃあ一部にじゃあ上がるために楽しみながらどうやっていくかみたいなことも考えるのが楽しいみたいな、うんうんうん、そういう感じですね。選手たちのちょっとこうした気持ちの殺伐感がおっしゃるその、うん、まあ、多分楽しむの前にもう、うん、いやもう人生かかっちゃってるんだし、うん、まあ、そうです、楽しむとか言ったらもう見てんのみたいな空気にもなるぐらいのチームのが、まあ、はい、まあ多い多いというかほぼ 99% のその中で、うん、いい意味で浮いてるっていうのが、うん、まあ、逆に言うとその社会人チームっていうところなんで、まあ、みんな生活はそうなんです、ちゃんとできてる、がっちり働いてるよっていう、はい、そうです、だそういうところでは逆に生活かかってないの で、 そうなんです、まあ、気楽にいけるっていうところで、そういう、はい、そういう価値観で楽しみながらサッカーを続けて、そういうクラブが地域リーグにあってもいいじゃないかっていうのが、うん、やっぱまだ知られてないので、うんうん、この大会が多分やっと全国にやっとようやく名前ぐらいは知ってると、うん、あとは中身、ね、どういうチームなんだろうっていうのが、はい、まあ、僕なんかも含めてもっともっと伝えられたらなと思うので、その存在感、はい、まあ、そのコンセプトを5シーズン後も10シーズン後もぜひ続いててほしいな。そうですね、はい、以上特集準決勝1試合目、ティアム平方対横浜武尊でした。まあ、最後武尊のゴールキーパーのね若田選手は聞いていただいた通りでございます。もっと現場ではもっとたっぷり喋っていただいてますが、抜粋して、伝えるべきことを出し切ったかなとは思います、この動画ではね。はい、私が聞いた話を、ここは大事っていうところをインタビューコメントで出しました。キローラン・ナイル選手の話 しようと思ったらインタビュー入っちゃったんで、実は10年ぶりぐらいに私会うことな
なったんですね。で、お久しぶりみたいな、あの彼が、東京ヴェルディのユースアカデミーのね選手でトップチームに昇格した多分ちょうど10年前ぐらいなんですけど、その時あのよくユースの、ね、試合とか練習グラウンドで試合を見たり会ってたので、私はもう個人的にですよ、あ、大人になったなと思って、まさか全社でこうやって遭遇できるとはと思って、でちょっとまあゴールキーパーでね 3日目までずっとベンチスタートだったんでね、せっかくだから聞いてみたいなと思ってまあ聞きました。あ、当然彼はプロサッカー選手からキャリアをスタートしてね、今関西リーグねティアモイにいるわけですが、いろんなそのタケルのゴールキーパーの若田さん、ティアモのゴールキーパーキローラ・ナイルさん、同じキーパーでもそれぞれサッカーの人生歩みみんな違いますから、私はいろんな生き方歩み方サッカー選手のキャリアのあり方あっていいと思ってるので、どちらも肯定しますよ。で、大事にしたいのは、それでちゃんと充実したキャリア人生幸せになってほしいってとこが共通した願いであって、それを選択して不幸になってるんだったら別の生き方をやってほしいなとよく現役のサッカー選手と会う時にも思いますが、2人ともねそれぞれの道をこれから行ってほしいなと思うお二人でございます。そしてあのキローラン・ナイル選手は双子の兄弟というかですね、兄弟がいましてですね、コリン君というともう失礼かな、コリン選手は現在鈴鹿アンリミテッドの、まあ、センターバックですね。ちょうど1年前の前者や1年前のチャンピオンズリーグ鈴鹿アンリミテッドで試合スタメンフル出場してましたから、コリン選手はだから兄弟だからもうしょっちゅう連絡取ってね、どんな話してますかなんていうのを僕がインタビューで聞いたというのが、はい、VTR 後にちょっと補足しておかないと分かりづらいかなと思ったんでお伝えしました。以上、とりあえず準決勝1試合目、ティアムが決勝進出で、タケルが3決もありました。じゃあ2試合目いきましょう。2試合目どうぞ VTR も見ながら。おこしやす局か、いわき。さあこちら2試合目、試合会場を有するいわきの方たちでございます。キャップかぶってる方が岩木の社長でございます。さあ今、選手監督が、そして試合終わった武尊選手が戻って帰ってくるっていうね、こちら岩木ゴール裏のたくさん弾幕張っておりました。どっちかというとこう撮影エリアがこっち側だったので、私たち、1試合目も武尊、2試合目は岩木の方が映っております。さあ白いユニフォームが岩木 FC、おなじみ紫、グレーのパンツがおこしやす京都、いわきも4試合目、おこしやすも4試合目、さあ控え選手やいろんなローテーションを考えながら迎えて4日目でございます。さあキックオフ、序盤はですね、いわきも前に前にアグレッシブに行って割と自分たちの、ね、リズムでいわきは入れたのかなとは思って見てたんですが、まあ、これ1本目のヘディングシュートとかして、コシアスの方がですね、ガーナ人のお二人、イブラヒム背番号11とエリック背番号25、両方とも、まあ、フォワードの選手が、ね、スタメンで出てて、これも4日目ならではの組み合わせかなと思います。この2人のやっぱり身体能力、まあ、いろんな面で、ストロングポイントあるので、もう後ろの最終ラインから前線の、ね、にどん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 ロングボールの裏抜け出すみたいなことも多用してくるので、若干いわきがそれの対応にこう時間を使われ始めたなというのが実は前半でした。でそれに付き合っていわきもこう蹴り合っちゃうみたいな感じの前半だったので、ちょっともう分が悪いっていうね、どんどんこのロングレンジから打ってきますからね、イブラヒム選手です。11番がイブラヒムで25番がエリック、エリック主に右の
トップに張ってるのが25番のエルガ、これが得点1点目、もう個人技、ロングボール一発で、センターバックとスリーアウトを勝って、ゴール決めたイブラヒムの先制ゴールです。もうこれは本当フィジカルとかね、まあ、もちろん技術テクニックもあるんで、1対1の個人の勝負のところで負けるとこうなる。さあ 2点目です。続けてこれ2本もですね、最初のゴールが最初のゴールから2分です。 前半18分と前半20分に連続して2点目は、左右のね、ペナルティエリアの侵入から流し込んでエリックゴールで2点目、あっという間にパンパンとボシアスがリードしていくという前半でした。さあこれがもう前半の終わり頃、左のフリックからゴール枠外シュートにしたという感じで、やはりですね、ハイボール、まあヘディングの競り合いとか、やっぱ空中戦のね、放り込みといいますか、裏へ抜け出すとか、そういうところの勝負になると、コシアスの方が分があるねというのが見てた感想でした。こういうところですね。これ他のチームだったら、いわきの選手も何らかそこはクリアできたりね、そこからまた下からちゃんとつないで、組み立てられそうなところをね、突破されるというシーンが、まあ、前半はやや見れたなというのが起こしやすい 2-0 で、さあ後半です。後半からですね、ベンチスタートだったいわき FC はフォワード投入します。バスケス・バイロン選手、背番号58番、この選手が、まあ、注目プレイヤーとして私も見てました。背番号18番、ヘアバンドをしているのですごく分かりやすいかと思いますが、まあ、基本フォワードですが、右のスペース、左のスペース、中央、いろんなところにポジションを変えながらね、彼にボールを集め出します。いやいや、それで、いわきペースになる機能をしていく、まあ、これをね、リスタート素晴らしかったんですけど、これ何がファールかよく分からなかったんで、私もこれ猛抗議ですね。これは一点ものだったのにというね、審判がなぜか止めてしまった。さあ切り替えて、これでフリーキック落としてシュート行きたいというところでしたが、さあバスケス選手はですね、右中央にいますね。今ターンで真ん中入ってきますよ、これです。さあフリーキック、またしっかりファウルもらって、さあここは問題のシーンじゃないかな、違うかな、ドン、これじゃなかったですね。さあなかなか、まあペナルティー中までは進入できますが、今のところはまたクロス入れますが詰められずと、もうここもういわきの攻撃シーンしかないっていう感じで、これがバスケ選手ですね。どうも、さあコーナー、これが幻のゴールシーン、ファーサイド詰めて大野選手が入れたと思ったらノーゴールでした。これもファールですね。まだ 2-0、京都リード。さあ神戸選手、今度は右からドリブル切り返し、ね、
こう中央にスペース出してくれたりバイロン選手の足元に出れば1点ものだったかなと思って出てこずこの得点ならずでね、まあ、いわきはこのエリアまで3分の1のゾーンまではもう十分来れるようになってるんですけど後半の選手交代が非常に良かったなと。ただ、点は入らずというね、まあ、最後のやっぱり決定力でね、最後の細かさ、ディテールというか決め切るというところはそのプレーじゃないでしょうみたいなところもあったので、残念ながら 0-2 でいわきは敗退、 2-0 で起こしやすが決勝進出ですと。さあ試合後まずはですね、起こしやすの方から注目したいと思います。前々から大人さんぼっちも気になっていたガーナ人コンビイブラヒムとエリック、お二人捕まえたかったんですけど、この日はエリック、クミちゃんだけ聞いてください。まずはクミちゃんです。 Draw the like this channel. Okay. Normally you call the Eric, yeah, but we Japanese fans and Kumi Chan. Kumi Chan. Yeah. まず今日のゲーム、もうゴール決めましたが、はい、この80分のゲームはどう感じましたか？How was the game? And you scored. And how was 80 minutes? Yeah, I think first of all I'll give thanks to Almighty God. God. I hope you know God. Yeah, without God you can't do anything. And I give second to my teammates. I think they have really worked hard from day one. Some of them have played 4 matches, but they still have. And I give another chance to the coach for giving me that chance. So I appreciate it a lot. Short. Okay. I can remember all. When I sit down, you translate it. まあ、神がいろいろ助けてくれて、チームメートがいろいろハードワークしてくれて、まあ、コーチがいい機会くれて、まあ、プレーできた。日本に来て京都でプレーして、昨シーズンもプレーして、今年も、はい、この大会も2年連続出てますが、はい、この大会の印象というか、これ毎日サッカーやるっていうのは、はい、クレイジーだと思うか、はい、全然へっちゃらか。I think it's not easy, but it's all about the mindset. I think when you are tired, the mind will tell you that you are tired. But when you say you are not tired, the mind also will tell you you are not tired. So it's all about the mind. まあなんかマインドがすごい大事で、まあ疲れたと思ったら疲れちゃうし、疲れてないって思えばまあこうプレーできるっていう、まあその毎日やるのは簡単じゃないって感じです。まだ11月もタフなゲームとタフなチャンピオンシップが残ってるんですが、その11月の6試合についてはどうですか？ So we have like a final league for JFL. You feel easy? Tough game. It's gonna be a tough game. Final to JFL. Yeah. Oh, that's our from day one. That's our target. So I think we are working on it. Our team, especially our coaches, we are all team where we are just working on it. When you get there, we know what is going on.まあ僕らのターゲットは JFL に行くことで、まあチーム全員含めて、まあ、そこに向かって、まあ、やる。Yeah. I think it's teamwork. Without my teammates, I can't do anything. So everyone have to support each other. まあ僕らチーム、まあ、チームワークがすごい大事で、まあ、その特にスター選手とかいないのですごいこう周りサポートし合って、まあ、やってるので、まあ、そこが大事になってます。Thank you for your coming. Okay. ありがとう。Best wishes. やっぱそのちょっとしたその一発ですかね。もう、はい、やっぱその隙を、まあ、逆に今この、この前者で星谷さんと、まあ、なかなか関西まで行くことができなくて、はい、まあ確かに、はい、映像でしか見たことなかったんですけど、はい、まあ、あの肌で感じれたし、はい、やり方も十分に理解できたっていうことでは逆に、まあ、収穫かなというふうに思ってますけど、やっぱり自分たちのやるべきことをもっと、正確だったりもっとスピーディーにとかだったり、はい、もっとタフに戦えなくちゃいけないかなっていうところに、まあ、今日の反省も含めて本当に細かいところっていうか、まあ、本当基本的なところをしっかりもう一回、徹底してやった方がいいのかなっていうふうには思ってますけど、まあ、でもそれをこうに疲れてしまったっていうところではまだまだ、うちに隙があるんだと思いますし、はい、かといってすごく時間がかかって修正できない点かなってでもそうでもないと思うんで、はい、
まあ、修正できる点だと思うんで、まあ、そこをしっかり、チームとして取り組むってことが、まあ、次につながるのかなと。まず去年も全社5試合やって、はい、今年もこれで5試合なんですが、まあ、去年も京都とやって、はい、先ほどこの試合が一番自分たらしくできたとおっしゃってましたが、自分たちがここは去年とは違う一番の伸びたところ、もしくは自信を持てるところ、この4戦5戦を戦い抜ける何か違いというのは去年と今年の比較という意味でどうでしょうか。まあまあ、対戦相手にもよると思うんですけど、ここに来るまで3戦ほとんど多くてもうちの選手 1.5 ぐらいで回してきたんですけど、まあ、それを回せられるような、選手がいると、まあ、ちょっとその組み合わせだったりとか、まあ、戦力にちょっとサッカー変わっちゃうっていう部分もあると思いますけど、まあ、それがここに4戦目でこのぐらいのこのインテンシティが出せるっていうのは、まあ、成長でもあると思うし、まあ、その部分とやっぱり、まあ、取りきれなかったですけど、まあ、あの時間でただこうに相手がこういう裏に蹴ってくるサッカーの中で、ただこっちが合わせてまた裏に蹴ってもダメだろうし、しっかりここに選手がボールを受けてゴールに向かって自分たちやろうっていうするところがここに見えたのは良かったかなって思います。まあ、最後 その決め切るってところをここから、まあ、あの特効が役ないんで、まあ少しずつここに意識しながら細部にこだわるしかないですから、ね、選手が一人一人そこの部分ではそうです、ね、はい、いよいよ監督にとっても初めての11月の3連戦通して、まあ、飛び飛びになりますが、6の鹿児島の3戦4戦というのはそこに11月のことを考えてもある程度はもうあの1年通してもともとその地決で高2選手層というこういうのは大体準備はしてきたんですけど、まあ、あとはやっぱり一発勝負の、あの慣れてないっていうのが次の課題かなっていう、ね、まだ始めてそこは、はい、やっぱどう全部のあの平均年齢も低いですし、ベテランも逆に取らないっていう風にクラブとして決めてやっていますし、まあ、そういうところで、まあ、あの今年はその、まあ、日高だったりそういう前だったりとかゲームコントロールできる選手をここに取ったつもりではいますけど、でもまだここに、慣れるまでちょっとここに試合に入りきれるまでちょっと時間がかかる選手がちょっと多いのかなっていう風に思っていて、まあ、それがちょっとこのチケツの一発目になった時に真っ白な状態で宇宙人みたいになったらちょっとどうかなっていうふうに思いながら、はい、これはもう毎年の傾向なので、初戦の一発目の最初の15分30分でほぼそうですね、数勢が決まってしまうというとか、うん、そうですね、そうですね、じゃあそれが多分どこのチームも多分ベテランを置いて、ね、あのコントロールするっていうのは多分そうだと思うんですけど、まあ、うちは逆にこういう若者がしっかりあの、まあ、勝つことも大事ですけど、しっかりこの背景も抑えながらやってるんで、まあ、その中でもやっぱでもそれは多分来ると思うんで、まあ、ちょっと常にリアリティがないかもしれないですけど、その緊張感を常にこの練習がどういう風に出していこうとか、想像しながらイメージさせながらやらなくちゃいけないなっていう風に思ってますけど。よくわかりました。お、以上。最後はいわき FC の田村監督でございました。もう週明けイレブンにも何度も、ね、出ていただいてて、まあ、去年の、ね、前者にも出て、前者でも、ね、インタビューさせてもらって、まあ、去年と今年の比較みたいな話を私は聞きました。まあもう本当に11月の、ね、チャンピオンズリーグを見据えている、ね、いわき FC、枚方、起こしやす、この3チームがそういう状況なのでね、この火水の準決決勝っていうのはそういうチーム作りをテーマに皆さんやっていたと思います。さあ続けて3決いきましょう。負けたタケル対負けたいわき FC、 最終日水曜日午前中のゲーム、もう見ましょう動画。赤いユニフォームいわき FC、青のユニフォームが横浜タケルでございます。フェアプレープラックならぬリスペクトフラッグが初めて見ました、私もこの日登場です。さあおなじみこれね、地元の幼稚園の子供たちが手つなぎ入場で一緒に入ってました、はい、もう毎度おなじみになりました、はい、さあ
このゲームはですね、結果ご存知ですか、7対1というですね、8点もゴールが入る試合なので、主にもゴールシーンのみの編集になってますので、今前半キックオフしてますがさあ、参謀長注目のバスケス・バイロン選手、この日先発でした。もう無双です、前半から。まあ、もうとにかく連戦の疲れとかいろんなね、先ほどの田村監督のね、 1.5 試合ずつで回してこれたという、いわき FC の、メンバーと、もうほぼ全員がフル出場しているタケルの選手のフィジカルの差はですね、5日目のこのまたこの真夏のような、ね、コンディションで出て当たり前でねと言って喋ってる間に、先制ゴールはバスケスバイロン選手、右のスペース1人で突破。もう右のセンターハーフから一人ドリブル状態だったんで、前半9分、もう素晴らしいとしか言わないです。はい、10年前私がブラジル代表の復帰を初めて見た時のような衝撃です。例えて分かるかな、分かんないかな。初めて復帰した時におおって思ったのと同じくらい、バスケスバイロンやっぱすごいねっていうのが。さあこれ2点目かと思ったら、なんとかキーパーのね、この日はタケルの初先発じゃないですか、青木選手、若田選手がベンチスタートで、青木選手今止めました。またバスケスドーンと、これも右足一本でなんとか止めるみたいな。もうね、もう殴られっぱなしだと思ってください皆さん。この日またバスケスドーン、一人で取ります。もう一人で取れる、ドーン、これは決まります。前半25分バスケスバイロン2点目。なぜ君は地域リーグにいるんだって思うような存在ですね。バイロン選手は不思議っていうね。素晴らしいですよ。アスリートとして素晴らしいですね。さあ、右サイド。このね、裏のスペース、もうどんどん走り込んできますからね。もう、竹野選手は必死にディフェンスに帰る。ところが今、足伸ばした選手に当たってオウンゴール。これで 3-0。前半27分。先ほどの点数が2分後です。25分27分と立て続けに3失点目。さあゴールキックからこれ、そしてさらに2分後、これが前半29分、ディフェンスラインから1本左のスペース。さあここ1対1で負けてくっていうね、美しいゴール、ドン、もう決めてくださいっていうね、教科書通りのシュートで4点目。背番号23の吉田智樹選手、とりあえずこれゴール祭りっていう動画になっておりますのでね、はい、シチュエーションを理解してください。5日目、ね、竹内選手それとも必死になって走ってますからね、これね、手抜いてる試合じゃないんですよっていうね、必死になってます、もうヘトヘトになってます。5日目、ドーンっていうね、はい、これも2分後、31分、寺村選手背番号25番、ね、もうこのことだといいわけですよ、喜びもしないっていうね。練習試合ゴール決めて普通にスタスタッとセンターサークル戻っていくっていうね。まあもうそのこの試合のテーマ位置づけっていうのがそれぞれ違うっていうのはね、思ってみてください。このレポートは。さあ 5-0、 さあゴールキーパーの青木選手なんとか止めて、さあまだでも竹野選手下を向いてないですよ。ちなみにですね、これ前半終了 5-0、応援している人たちはね、0-5で負けてもね、荒れたりしてません。はい、みんな温かい目でタケルを見て応援してます。むしろタケル頑張れみたいなスタンドの雰囲気があります。これがこの大会4日間をかけてね、タケルが各試合会場で見せてた、なんか応援したくなるチームっていうね、雰囲気だったと思います。さあ、前半立ち上がりはなんとか踏ん張ってゴール前に行ったタケルなんですが、光ったのがこの24番ですね、有馬大成選手は、若田選手のインタビューでもちょっと出てきた名前だったんですけど、彼は非常に優秀、能力のある選手で、このタケルをね、からまた、あっと、これゴールかな、あもうタケルからね、あ有馬大成選手ね、タケルの24番の選手はね、次のキャリアに向けて、スタートを切るんだみたいな話を若手選手がしてたんですが、この選手が一人でちょっとこう、なかなか力があるところを見せてました。さあフリーキック、これも有馬
大勢選手です。さあ、これまだずっと 0-5-0 ですね。岩城リードのまま右サイドのボール取ってからのこれで左足切り替えて右足っていうね。さあさあ、ここからまた岩城の得点支援が続きます。後半の25分、右サイドえぐって中央、これは枠外。さあワンタッチ、もう中盤とディフェンスラインのねほぼ寄せていない、プレスがかかってないね状態なのね。パス回し放題の状態で、もう見ててもしょうがないよっていう気持ちになるようなね、終盤もスカスカになってますっていう感じでね、後ろももう戻りきれないからどんどん裏に走られるっていうね、というね、これが7点目。先ほどの6点目が寺岡選手背番号10番、今のボールが背番号7番片山選手。これで 7-0、 後半終了間際です。さあラストアディショナルに入りましたっていう感じです。これでそしてここでなんと PK っていうね、試合終了間際、キッカーはタケルの金井選手背番号30、1点、つまり横浜タケルにとって前者のラストゴール、試合終了間際1点返して7-1と、アディショナル2分って出てましたね。さあこれで試合終了になりました。まだシュートあるのか、あ、これないのね。おっと、最後の最後まで岩城も攻めてましたね。そうですね、これで試合終了です。では両チームの道後監督と田村監督のインタビュー、大会全体を振り返って、このゲームだけでのことではなく聞いてます。特に田村監督の、チケットの話面白いです。まあ、大会に入ってから選手がスイッチ入って、で、まあ、勝ちから学べたこともたくさんありましたし、昨日の、手山さんと今日の岩城さんとできたことで、まあ、負けからも僕自身も学べましたし、選手も、いろんなことを学べて、それを今後の、関東リーグカップと来シーズンにつなげていきたいなと思っています。はい、なかなか厳しい山ではありましたけど、どういう部分が良くてここまで勝ち上がれたと感じてますか？そうですね、やはりチーム事情的に、週1回しか集まれないっていうチームなので、その中で本当に徹底して、まあ、やることを徹底して分かりやすくするっていうところと、あとは、来れるメンバー、来れないメンバーが仕事の都合でいた中で、来れるメンバーチームプレーに徹することのできるような特徴を持った選手が今回来ていたのが、それが本当にうまく一致団結して、タケルらしいサッカーができたのが勝因かなと思います。東北リーグの王者の、まず彼らの戦術、特徴がすごくあると思うんですけど、監督からは岩城ここにやはり足元の技術も相当あって、ビルドアップも深め使って、なおかつ縦パス入れた時のスピードとか、スピードはそうですね、また関東リーグの王者とは違うような、ですよね、はい、違った。サイドのスペースに一発で裏バーンってくるっていうのはね、なかなか裏のスペース消しててもさらに速い選手がいて来ますからね。今日5日目なんで、武田の選手たちもかなりもうコンディションがそうですね、厳しいだろうなって、そこも押し込んだ後の一本ロングパスで、スピードでやられちゃったっていうので、なんか前は行きたいけど後ろですよ、ね、がなんか学びしちゃって、もうあの勇気持って上げられないみたいな感じになりますよ ね、 そうですね、戻れないからって、ね、はい、そういうところが、それがあのこのどうまた、はい、よろしくお願いします。体力的にはあの5日間というとかなり厳しいとは思うんですけれども、あの昨日今日ってちょっとやっぱりしんどいなと感じている選手たちっていうのは多かったですか？でも、結構ずっとターンオーバーでずっと来ていて、1回戦ちょっと僕が早く交代しすぎてやばいピーク前に行っちゃったと思っちゃったんですけど、そのターンオーバーでここに来て、
そんなに3戦終わった時に多い選手で 1.5 ぐらい消化しているぐらいだったので、まあ、半分ぐらいにずっとここにバランスよくここに使ってはきていたんですけど、はい、その起こしやす戦だけはこのようにしっかり強度を高くやりたかったので、そういう風にやらせましたし、その強度が高い試合の次の試合っていうことで、まあ、一次予選の1戦目を強度高くやって2戦目どうかなっていうイメージで今日は、まあ、怪我人以外はメンバー変えずにちょっとやってはいたんですけど、はい、京都さんがその強度ストレングをかけた京都戦で一応一番こう見たことができた勝ち負けよりも そっちの方が一番重要だった5日間でしょうか、どうでしょうか、まあ、トーナメント表を見て、はい、もっとここに、社会人と、権利を持っている社会人チームとやり5日間ずっとやりたかったなっていう思いはやっぱあるんですけれども、まあ、それはどうしても山脇を見ると、ね、そうですね、そうもいかない、まあ、それは叶わなかったので、まあ、一戦一戦どういうふうに戦っていくかっていう、まあ、ちょっとそうです、難しかったですね、怪我人を出しても良くないです、まあ、結果的に怪我人も出るんですけど、その11月のことを想定してそれに近い状況の何ができるだろうっていうことをこう、そうですね、当てはめようと思ってもなかなか、うん、まあ、それがやっぱりいろいろこうに、まだ僕たちも4回目なんで、いや4回目ってすごいですけど、そうですね、去年はもう去年は、はい、逆に選手の声とかいろいろ話しながらもスターティングメンバーを5日間変えなかったんですよ。そうですよね、変えないでやった方が体も持ってきやすいのかなと思ったんですけど、まあ、でも今年も選手また変わっていろいろ話す中で、今年はどっちかというと11月を頭に入れた時に11人じゃやっぱ戦えないですし、それが15人、16人、まあ、18人具体的にはどうですか、その場合が監督さんで考えたかもね。いや、まあ、いる選手のやっぱりそのクオリティだったりとか、うん、そういうのやっぱここに差があるのは、まあ、でもしょうがないなと思ってるんですよね。だからそのいる選手のストロングをどうやって生かすかっていうふうには僕は考えてます。だからその上が一人一人個性がある選手がいて、例えば足の速いけどちょっと足も、ね、まあ、そうですね、技術があんまない選手を、じゃあ例えばここにすごく勝ってる時に、まあ、最後の15分間、はい、15分間でやるとか、まあ、そういうのはリーグ戦の時にもここにやってはきたんですけど、まあ、選手とも話しながらも、まあ、そういうふうに明確にこっちでタスク与えた方がやりやすいっていう選手もいれば、まあ、まだ若い選手なのでその自分の立場を受け入れられる受け入れられないとか、いう部分はすごくありましたね。だからここに出て活躍したいっていう気持ちよりはこの大会、こっからの大会はチームのためにやれるやつを、そのオールフォーワンみたいな考え方をなかなかその実体験が少ないので、うん、どうしてもセルフィッシュというか、そうです、ね、自分が出たいんだみたいな、うん、そこは難しさがあります。そこは難しさがあるかなっていうふうに思ってますね。うちはそのチーム相手に合わせてどうこうっていうやり方はしてなかったので、ただ自分たちのストロングを出す、うん、でも相手の良さは消さなくちゃいけない、で昨日みたいにああいうふうに一発のこのことが出てしまったので、まあ、そういうところは修正しながらも、うん、まあ、守るサッカーってよりは、自分たちでアクションして攻撃をして点を取りたい、はい、でも一方で冷静に失点ゼロにしなくちゃいけないっていう一方でもありますし、はい、まあ、攻守のバランスとか、はい、まあ、選手をを取る取られるのこの、そうですね、パーセンテージの割合というか、はいはい、もありますし、一方でここに選手をここに成長させたい、はい、そうですね、ここの能力のストロングポイントを伸ばす、はい、っていうのもありますし、すごいですよね、はい、一方で現実的に勝たなくちゃいけないっていうのもありますし、まさにそこなんです。そういうことを監督は絶対いろんなことを考えててこの5日間やる次の6日間、そうですね、まあ、僕は、まあ、うちの選手若いので、はい、だから本当に高校3年高卒の子3人連れてきてますけど、はい、この子たちがこの後サッカーでこうにやっていくときにこの連戦を経験することだったりとか地域チャンピオンズリーグを経験するというのは絶対いいことだなと思ってるんで、まあ多分僕はどっかのタイミング使うんですよね。それを使うために今彼らができることを一生懸命やらないと、言ってもやっぱここに周りの選手を受け入れてもらえないとか、そういうこのクオリティまで来なきゃチームにならないっていう、まあそういう作業ばっかしてるんですけど、まあそれを若いチームが言えないなんですけど、まあでもずっとそういう風にやってきて、常にそうですよ ね、若いやつをどうやってフィットさせて、うん、スキル上げさせるかっていうのが、
だからそれがすごい難しいことです、ね、難しいですけども、海外だったら18区だったらみんなトップトップでやってるし、はいはいはい、っていうところも思いながらも、はい、それはだから本当にクラブとしてもいろいろ振り返るところに過去4年、4回の大会振り返ると、はいろ、はいろ、まあ、これやってきて選手はこういうふうに入れ替わってその都度こういうふうにやってきたんだよなと思うと、ちょっとここにいわき FC もこの過渡期じゃないですけど、はい、ここに選手の取る質だったりもだんだん上がってきてる中、カテゴリーも含めて ね、 そうですね、戦う相手の強さも、はい、もう4年前とは違いますからね、っていう中でどういうふうにクラブとして明確にやっていくのかっていうのをやっぱ問われていると思いますし、今ですね、はい、で一方でそういう育成と結果っていうのはずっとここに強化っていうのはここに二頭を追うっていうのは難しい中でも、一方で追わなくちゃいけないし、一方でこれリアルを求めなくちゃいけないっていうふうにはすごく感じましたね。だから僕次第だと思うんですけど、ボール蹴ろう、もうとにかく前に蹴ろうって言っちゃうのか、3のためにっていう、うん、まあ、そこがちょっと自分の中でずっと悩ましいですね。昨日とかも思ってましたね。あ、そうですか、はい、どうしようかなと思ってましたけど、それやっても多分どっちにしろ負けれちゃうなっていうか、それやって負けると多分自分たちのダメージが大きいんで、だったら自分たちのスタイル本来の、はい、相手の動向じゃないっていう、そうですね、そういうふうには、まあ、前者なんでね、前者の4日目5日目なんで、はい、っていうことですよね。これが止血の最終日3日目とかになった時に、いや、もしかしたらコーナーキープされるってことですね。コーナーキープしろって言うかもしれないですね。すげえ難しいんですよ、そこは。現実的に来るんで、まあでも自分たちがやるべきことはしっかり目の前の試合を 100% やる、はい、だからその昨日ちょっとお話したように、そのしっかり地に足つけて宇宙人にならないように、そうです、ね、まあ、そういう雰囲気になってしまうんだと思うんですけど、そうですね、自分たちも一緒にじゃあ何がもっと落とし込めて、もっと明確にもっとシンプルに落とし込まないとやっぱそれがブレちゃうのかなとか、やっぱバタつくのはしょうがないとしても、なるべく短い時間 で、 そうです、ね、5分以内4分以内ですぐ立ち戻るべき、ここって全員が頭をパンってできるかどうか、そうですね、こういうすごく大事なのかなっていうあれですね、思ってるんで、まあ、その作業とやっぱより細かいところをここにちょっとここにできるとやっていくことがあとこの1ヶ月なのかなっていうふうに思って、この 6試合見るのにやっぱり18から20がベターなのかとか、そういうことは、まあ、それが戦い方を変えたら15とかでいけると思うんですよね、14、15でいけると思うんですけど、ただここに毎試合インテストの高い強度の高いゲームをやろうとしたらやっぱ必要かなとか、やっぱり単純に怪我とか、うん、やっぱ連れたからなきゃいけないだけなくて、すぐ対応できるレベルにはやっぱり18ぐらいの人数のグループ化が必要ですよね、うん、そのチームのやり方ともあると思いますけど、まあ、うちの場合だったら多分必要かなと思いますし、でも足つることは一回もなかったんですけど、ないですね、ただやっぱ疲労が溜まってきて動けないとやっぱ芝生に引っかかって捻挫するってことがやっぱ4人ぐらい出たんで、あ、そうですか、この5日間、はい、あ、そうですか、いや、そういうふうに思うとやっぱり、まあ、普段人工芝でやってるんで、人工芝と天然芝の差もやっぱあると思いますし、来ますね、やっぱ18、4、5人怪我をすると思うとやっぱそういうふうになってしまうかな、15プラス4、はい、あれですね、必要かなというふうに思ってます。どんどん自信ついて、うん、このスタイルは絶対勝てるっていう、ちょっとバタついてもすぐっていうのが、うん、あの、まあ、去年の場合の松江、それがすごかったんだな、強さの。それができたらいいですよね。でも僕は後ろと真ん中の後ろほぼほぼ変えないんですけどね、うん、そうですね、前はちょっと個性があるんで、ね、まあ、相手の様子を見ながらもどういう組み合わせがいいのかなっていうふうにやってるんですけど、いわゆる岩手の武器、つまり相手にとって嫌だっていう武器が、手持ちのカードが2枚しかないと見抜かれちゃってるのか、4枚ぐらいあるよって思わせるのは全然その、そうです、違うと思うんですよ、ね、違いますかね、そこが多分今今年の、はい、これからの三勝の週間、そうですね、大事な、あの、感じたのは、まあ、去年よりはちょっと手応えはあったかなというふうに思いました。そうですね、はい、まあ、去年まではずっとここに作ってる中で、あの、勢いでやってきた感じはあったんで、こういうふうに、まあ、選手がここに、いろんな選手がここに、まあ、ちょっとクオリティの高い選手が入ってきたりとか、そういうことでちょっとここに落ち着きどこがあったりとかして、ここにスピードがあるんだけど半信半疑で走るのと出てくるなって思って走るのと全然違うと思うんで、まあ、そういうところがちょっとここに去年よりはこれ上回ってるかな、それがもっとここに
クオリティを高くしてより自分たちのストロングを生かすと思ったら、もっとこうに突き詰めて細部にこだわってやったらもっといい結果出るのかなとはちょっと感じましたけど。はい、以上、3位の表彰式を終えたいわき FC のメンバーでこの動画のレポート終了です。とにかく横浜たけるの皆さん、ね、監督、選手、チームスタッフの皆さん、本当に5日間お疲れ様でした。皆さんの努力や存在感がここからね、日本中に、ね、知れ渡ることを望んで、主役イレブンも特集してまいりました。お疲れ様です。そしていわきのね、皆さんも5日間本当にお疲れ様でした。もうね、今地元に戻ってね、この鹿児島にいる最中にね、台風の水害の災害が発生している真っ最中の中での大会の5日間でね、そういう心配もたくさんあった中での前哨だったと思いますし、まあ結果3位はね、昨年の2018年の鹿児島、茨城大会と同じでしたけど、非常に充実した11月の地域 CL に向けていい、ゲームがいろいろできたんじゃないかなと、11月も期待しております。ちなみにいわき FC はどこラウンドですか？あ、秋田ですね。私が行くとこですね。はい、またいわき FC の皆さんに秋田でお会いできると思います。さあ以上2チーム三決のレポート終わり、決勝いきましょう。枚方対京都、どうぞ動画スタート。さあこちらはですね、もう関西リーグ、今シーズンの関西リーグ優勝争い最終節までもつれた2チームね、もう実力ともに、どっちが勝ってもおかしくないっていうね、どちらも11月の地域 CL 出場しますし、当然決勝ラウンドでも当たる可能性が高い2チームですし、勝って知ったる、ね、相手はこうしてくる、選手がこういうものだっていうのが分かった上での決勝戦なんでね、しかもガチでやっておりますので一切手を抜かないっていうね、この5日目にして、まあ、どちらも控え選手を出しつつも、もう全力で戦うみたいな感じでね、見応えあった試合ですよ。さあ見ましょう。この上白が京都、青がおなじみティアモ枚方、前半キックオフ。京都の方はフォワード13番勝又選手先発しております。前日の準決勝はベンチから、スキンヘッドの13番の選手が勝又選手ですね。それでイブラヒム選手とエリック選手がベンチスタートになってます。これの、前線の組み替えパターンがいろいろ豊富な京都だなというのが、まあ、石田監督曰くその日に出しているメンツがベストメンバーだと常日頃おっしゃってましたので、そういう京都、なんとかこの前哨は優勝したいとおっしゃっておりました監督は。さあ枚方の攻撃、枚方もですね、もう若い選手中心に、この4日目5日目は割と、3日間出てなかった選手が数名出ております。当然これは11月の大会をね見据えたら、この経験、準決決勝の経験こそが11月につながる重要な80分間なんで、結果を出すために、起用されております。さあ右サイドからクロス、しかしもうこの2チーム多分もうリーグ戦でも何度も対戦してるんでね、ガツガツ当たっていくんですよね。もうお互い寄せも早いし、もう、ダイジェストではちょっとカットしますけど、かなり試合中にね笛が止まるんですよ。負傷者続出みたいな感じで、多分10回ぐらいは止まってましたね、怪我人とかでね。
動画では一切そこは使っておりませんが、さあ和真選手久しぶりに右スペース、彼は本当スピードあるね、本当実力、経験豊富で、サッカーをよく知ってる選手だなというのがやはり和真選手を見てると思いますね。スペースの使い方や仲間の使い方って本当によく分かってるなと思いながら僕私は見てました。さあ、平方一方、この今年のこのチームはこれはいい縦パス、ね、ワンタッチパスでしたけど、今のが、伏線だと思ってください。今のシーン、今のシーン素晴らしかったですけど、シュートまでいけませんでしたが、平方とにかく下からつなげるし、当然左右にねサイドチェンジ、ロングレンジのパスも繰り出してくるし、非常に、なんですかね、ボールを大事にしたサッカーを本当にやってるなというのはね、まあ、ここまで決勝まで上がってくるチームですからもう強いのは決まってるでしょうっていうね、ただやっぱスタイル質がね本当に、いいですねっていうふうに私も見てて思いました。さあこれが惜しかったシーンですが、さあもう一度裏に抜け出す、ワンタッチと狭いところでもね、こうむやむやたらに放り込まないっていう、ね、平方って平方スタイルって感じしますね。これのチームこのつなぎ、ここからもこう、まあ、最後はフィニッシュで、さあもう一度ディフェンスラインから組み立て、これです、素晴らしかった。ゴールを決めたのが山丸選手、背番号13番。前者5日目にして今大会初ゴールが値千金の先制ゴール 1-0。 やっぱり、ワンタッチプレーとね、ダイレクトなプレーの連続とね、あとは緩急でですね、あと長短のパスとね、クイックネスっていうね、もういろんな要素が詰まってる平方の攻撃パターンでね、いやもうチャンピオンズリーグも楽しみですねっていうね。平方も秋田ですか、確か。じゃあ私行くとこですねいわきと平方やるんですねっていうね、すごいですね、楽しみですね。さあ後半です。 1-0 で終わって京都をなんとか追いつかなきゃってことで、後半スタートから、エリック久美ちゃんが25番、これ久美ちゃんです。久美ちゃん早いです、やっぱり一人で行けますっていうね、いやこれ決定機だったんですけどね、合わず、まだありますよ。久美ちゃんドーンっていうね、やっぱこう一人で局面打開できる選手ってやっぱそれはそれでパワーあるよねっていうね、連携とか集団ももちろんサッカー大事ですけど、このねストロングポイントを、こういうベンチスタートからこういう切り札持ってる京都っていうのは、まあやっぱさすがですよね。これ和真選手裏抜けますよ、エリックからの勝俣からの中央、ここでターンできなかったと、そこでシュートまではいけなかったっていうね、はい、今の3プレー目でシュートシーンいったらもしかしたらって、はい、同点ゴールだったかもっていうシーンでした。さあ平方、守ってばかりはいられないと思ってもまたこのパスミスを生み、さあ勝又選手からも中央に今久美ちゃん待ってますよ、トン折り返せるかと、ここは弾き返すと、何度も言います、これダイジェストなんでカットしてますが、この間にも試合が負傷者で止まるということが続いているゲームですから、もうね、ものすごいです、今、テンションがこの2チーム、今、バチバチぶち当たってるって感じで、ここからゴール前まで行きました。とにかくね、1対1のやっぱり勝負、ボールへの要請、もうこの2チーム、本当厳しいですね。あ、まあ、決勝まで出てくるチームって、やっぱそういうことかなって、改めてこのゲーム見てて思いましたね。
ゆるいチームはここまでこの舞台に来れないですからね。これ寄せが本当に早いです皆さん。このとこれとキローラン選手、素晴らしい今あの守備の仕方、体ね両手広げてシュートブロック、さあ組強引すぎるっていうね、なかなか同点をつけません。さあもう両チームとももう攻め合うっていう、ね、さあファール、さあここはあフェアプレーでね、スポーツマンシップで、クミちゃんあの性格優しい人なんでちゃんと謝って握手。さあクミ、ここからですね、イブラヒム背番号11も入っております。京都はガーナ人2人投入してます。さあこの狭いところまたパス交換からですね、開かったかアイデア豊富、クロス、さあ勝間選手中盤下がってきてカウンターですよ。これはさあクミとイブラヒムっていうね、これイブラヒム選手ですね。これコーナー取りましたっていうね。さあまた狭いところの局面からボールを失わずに裏方攻撃と、これねゴールシーンでも何でもないんですけど、こういうシーン私使いたくなっちゃうんですよ。この狭い局面で本当にこうね、なんかこの2チームの底力を感じる今の私のお気に入りし中盤シーンなんですけど、この競り合い全部ノーファールですからね今のもね。さあクミちゃんとイブラヒム2トップ2タワー生かしきれるか京都っていう感じでね、勝間選手が加わって、まあ、じゃあ3トップ気味になってますけど京都は。さあターンから、さあ左スペース上がってきますよ。そしてダミーなんでここはターンシュート。さあもうぼちぼちこれ後半終了間際じゃないですかね、もう 1-0 のままです。さあまた これはどっちか、クミか、違ったイブラヒムでした。ファールもらって、多分これがラストプレーなのかな、まだですね。はい、さあ決勝ですよ、ファイナルですよ。 1-0 で枚方リードですよ。追いつきたい京都。さあヘディングでクリア、そう石田監督すぐスルーしろと。これで終了かな、終了です。 1-0 枚方優勝。試合後の瞬間別カメラ撮ってました。というわけで 1-0 枚方このまま両ゴール裏に挨拶ということでね、私もカメラ持ってそのまま枚方の選手についていこうと思って、ここからの動画がやや長いです、はい、試合のダイジェストは終わりですが、準決決勝はねベンチでゆっくり休んで見ていたビブス11番つけてる野田拓也選手もねチームメートと喜び合ってね、そうですね、控えで満足って感じの顔をしてます。力が示せれば野田選手、これ表彰式の前にね、目標とするチケツへの、 あのチケット獲得することができました、優勝して取れる、とも
思ってませんでしたけど、あのチーム一丸となってあの5日間サポーターも一緒に働いて、あの結果優勝を勝ち取ることができました。まだあの目標としているあの JFL 昇格にはまだあの何も勝ち取ってないので、ここからまたあの大阪帰ってしっかり練習してまた次決頑張りたいと思います。本当に応援ありがとうございました。これ浜さんインスタ用にしく、こちらです。さあ一方、準優勝に終わった岡島京都、あこれはね、まあ、切り替えて11月にチャンピオンズリーグ臨むでしょう。では試合後の監督会見続けて聞いてください。岡島京都伊佐監督 0-1 という結果になってしまいました。いかがでしょう今日の、まずこのティアマ相手という今季ガチで3度目の、はい、いやもう悔しいですね、はい、まあ、僕らはまあこの大会に関しては今年は優勝しようということを最初からあの目標として臨んできたので、今日の敗戦っていうのは本当にまあ選手たちも同様だと思いますけど、まあ非常に悔しい試合だったなというふうに思います。3日目終わった時も残り2つをしっかり勝って、つまり1年前とは違うんだというところを身につけて11月にっておっしゃってたので、はい、まあ僅差ではありますが、ちょっとこう中身も含めていかがですかね、この5日目の、まあ、昨日の試合とトータルでいいんですが、選手のいろいろこう あったと思うんで。そうですね、まあ、ローテの回しとかあったと思うんですけど、どうですか。まあ、選手に関しては当然あのチームの事情であったりとか、その仕事の事情もあるので、なかなか5日間このカースが一番手薄になるというのが、まあこの大会の特徴でもあるんですか。そうですね、なのでまあその日のコンディションと、はい、その日のベストを尽くすっていう形で臨んできたので、まあ、今日のメンバーが今日のベストメンバーという形で臨んできました。ただ、まあ、通常のリーグ戦含めてこの5日間含めても割と ベストに近いというか、あの連れてきた中では、はい、送り出せたかなと思う。そうですね、はい、まあ、本当に5日間の疲労は非常に高かったと思いますけど、はい、その中でも本当選手たちはよく頑張って、まあ、苦しい中でも一歩足を出したりとか、うん、より長く足を走ったりとか、そういう気持ちの部分ではやっぱすごく戦ってくれたんじゃないかなというふうに思います。あの相手のティアモは関西リーグの優勝争いを最終節まで争った相手でもありますし、まあ、まさに、まあ、前者の決勝カードには当然ふさわしい実力同士で、予選ラウンドか決勝ラウンドでも4度目もあって、4度目か5度目か6度目かぐらいまで、多分マックス6度ぐらいまで、まあ、いろいろあると。それもいい。チームは優勝したテーマに対しては今大会というかこの試合だけ。いや、まずその初戦をしっかりと勝ち上がって、はい、まあ、一個一個苦しいシーンもあったと思います。はい、特に刈谷戦がすごかったので、はい、のやっぱラストワンプレーで権利を勝ち取ったっていうところのやっぱ粘り強さと、まあ、メンバーが変わっても戦う気持ちであったりとか、チームとしてのパフォーマンスはしっかりとキープされて戦えてたので、まあ、その辺が、まあ、優勝にふさわしいチームだったんじゃないかなというふうには思います。かつて数シーズン前に奈良岡部と FC 大阪が両方関西リーグでの止血で、多分そういうのがまた今年は、そうですね、ここ数年あの関西から JFL に昇格がまだ出てないので、はい、まあ、今年こそまずは自分たちがいいライバルがあってこそのまた、まあ、さっきあの辻君と話しましたけど、はい、一緒に上がろうというところも話しました。ぜひ最後の4分の2に、はいはい、福島でまたこのカードを見たいなと思ってます。はい、またよろしくお願いします。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。とりあえず5日間お疲れ様でした。ありがとうございます。失礼します。見事クラブ史上初の全国のタイトル、はい、辻元監督お疲れ様です。おめでとうございます。ありがとうございます。まず80分ゲーム、今日振り返っていかがでしょうか。そう、あのゲーム前にまずクラブの、ね、歴史を作ろうというところで、全員で入った中で、立ち上がりから本当に、まあ、疲れがある中でアグレッシブに守備、いい守備から、うん、
ボールを奪ってチャンスにつなげたとそういうシーンがたくさん見られたのでまさにあの今年チームが目指しているところを、最後のこのきつい場面で体現してくれたのはすごい良かったなと思います。まあ、土日最初トントンと行きましたがこの直近の3試合 3,4,5 と選手起用いろいろ回すことはすごく意識されて、はい、その止血の権利を取った瞬間からそういうことを考えられたと思うんですけど、はい、この準決決勝そうです、ね、今日のメンツは多分ある程度若干控えの選手も出して、はい、そこら辺の選手起用のマネジメントっていうので一番考えてたことこの年だとこの準決決勝に関しては、はいまあ、もちろん出場権が取れたというところで、選手に満足してほしくないという思いが一つと、もちろん主力で出ている選手以外の選手の底上げという部分この大会で、経験することでさらに成長できる選手がいると思っていたので、うんまあ、そういった選手を、まあ、来た選手全員起用することができた。できて、はい。やはり5日間やれることが一番でかいですね。そういう意味ではね。はい。まあ、若い選手にとってはこういう緊迫したゲームというのは成長の糧になると思うし、コーチングスタッフにとっても準備とかそういったところでも、いい経験ができたと思います。はい、ですが、はい、もうリーグ戦でも何度も特に優勝争いしているチームですし、はい、相手の起こしやすいと今日のこの決勝の起こしやすいの。印象というかこうしてきて、ああしてきてって何かリーグとの違いあもちろんもう決勝戦なんでね、はい、死闘になるというふうには思ってましたし、うん相手の強み持ち味さんの強みというものもリーグ戦で対戦させてもらって感じることができてた、まあ、だからといって何か対策をということじゃなくて自分たちの良さを出すことだけ僕らの自分たちスタイルをそうです、ね、まずはやるということですか、はい、相手云々というよりも自分たちがやるべきことをピッチで出す、そこだけに集中したという感じですね。そうですか、ね、はい。まあ、落ち着いてボールを選手を出してもこれだけのことができるというのは、はい、ボールをしっかり動かすというか、まあ、そういうのをチームの強みに、うん、プレッシャーがある中でもどんなことができるかというところは、ね、こだわりの一つかなと思いますので、この11人じゃない、もっと大きな集団の15、はい、18人ぐらいのグループの集団でもこの今年の強みは戦えるんだということが5日間、ねはい、特にこの決勝でも、はいそうですねまあ、遠いところに来ていただいたサポーターの皆さんも含めてですね、はいうん、そうです、一つに慣れぜひ3日目のドラマからのこの優勝で、うん、もう最高の結果なのでこの勢いを持って11月ぜひそうですね本当に大事なのがそこです、はい一番、まあ、選手にも話はそういう話はしてるしここが目的じゃなく自分たちの目的を忘れないようにというところを一回引き締めてやります、はい、頑張って期待します。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。山浦選手、はい、決勝ゴール見事値千金 ありがとうございます。まずこの試合どんな気持ちでしかもゴールにつながるまでちょっとお気持ち聞かせてください。まあ、僕自身この5連戦でまあ点取ることできてなかったので、うんまあ、そこはゴールを絶対取るっていうまあ強い気持ちは持ってましたし、まあ、ティアモが全国大会で優勝するっていうのも初のことだったので、まあ、それに向けてみんないいモチベーションでゲームに臨めたんじゃないかなと思います。試合としてティアモがこのゲームはコントロールしてたかなとは思いましたが、いかがでしょうか。まあ、そうですね、僕たちはボール握って動かしてっていうサッカーができるんで、まあ、主導権握ってサッカーができてたと思うんで、うんまあ、苦しい時間帯もありましたけど、まあ、ディフェンスのみんなとか、まあ、みんなが体張って守ってくれたんで、勝つことができたんじゃないかと思います。とにかく、まあ、やっぱり5日間通して言えばやっぱりタフな大会っていう感じですか。はい、そうですね、まあ、5試合連続っていうのはきつい、やっぱ体とかに精神的にもやっぱ来ると思うんですけど、特に3日目がFC カリア戦が一番メンタルフィジカルに一番負担のかかった日だったなと。まあそうですね、0-2 で負けてて、はい、そこから逆転したっていうのはもう本当に多分みんな精神的に結構きつい試合だったと思うんですけど、まあそこで勝てたのは、まあ、その精神的なきつさは逆にこの、はい、なんていうんですか、モチベーションの方になったんじゃないかなと思います。あの3日目のあの試合と今日の決勝の試合のこの積み重ねが必ず11月に生きる。そうですね、まあ止血で結果出さないと、まあ、意味がないそうですね。なんで、まあ、そこでまたしっかりみんなで練習して
頑張りたいと思います。ぜひ11月は大会に得点を上げるぐらいに、はい、ありがとうございます。期待してます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。以上、最後は山浦選手ですね、決勝ゴールの、はい、両監督、で枚方の優勝でこの2019全社大会は締めましたということで、さあ最終結果トーナメント表どうぞ。このようになりましたと、いわき3位と、はい、東北リーグのねリーグチャンピオンと、関西リーグのリーグチャンピオンと、関西リーグの2位と、ティアモン、全社のベスト4チームとしてこの3チームがチャンピオンズリーグ11月出場します。その組分け見ましょう、さらっと。はい、1次ラウンド、まあ、いわゆる予選ラウンドだと思ってください。いや、まず予選ラウンド3試合それぞれやって、上位1チームプラス2位抜けが3グループから1チームだけ、つまり4チームが決勝ラウンド進出するというレギュレーションになっておりますので、12分の4と、この12チームのうち8チームはここで敗退すると。何が言いたいかというと、来シーズンもこの12分の8は来シーズンも地域リーグをやることになるということがいよいよ決まるんですっていうね。さあ、この夢の続きは、11月の8から始まる8,9,10 ですね、最初金土日、そして最後の物語の最終幕は11月の20かな、かな20,22,24 ですか、水金日の3日間で決まります。残り6試合、この12チームのうちどこが最後の2チームになるでしょうかというのがチャンピオンズリーグがあります。11月、来週の特集がこの1次ラウンドの12チームの大会直前予想なるものをやる予定なので、まあ、詳しく12チームの紹介もしたいと思います。ということで、さあ特集終わり、さあ、エンディングいきましょう。お便りコーナー、番組では皆様からのお便り待っておりますと、こちらのメールアドレスまで、週明け 11@gmail.com まで、メールのみ写真のみでも構いません。動画の場合は1分以内で、短めに編集してお送りください。放送時間が限られているのでなるべく短い動画でお願いします。ということで本日のお便り1通目、本日は2通ありますから1通目からいきましょう。このお便りはシェフ西さんの方でいいですね。はい、お便りの主は青タオルさんですか。はい、これもう毎週やってるやつですね。青タオルさんによる、いわき、東北グルメ情報シリーズですね。これ J ビレッジ、11月のチケットチャンピオンズリーグ決勝ラウンドに向けてのもう毎週のように投稿が続くんですね、これからね。はい、じゃあ、本日1つ目、こちらのお店は日本代表のシェフ西さんが運営に携わっているお店で、日本代表選手が、おすすめするメニューがリーズナブル、お安い値段で食べれるお店になってますと。クッチーナというお店ですね。場所は、国道6号沿い、これあのメールが非常に簡略されてるんですが、おそらく福島県の話ですね。はい、国道6号沿い、ね、あのこれ茨城県にも国道6号があるんでね、言っときますよ。これ水戸街道ってやつですよね。はい、東北にずっと続いている国道6号沿いにある広野、河野、どっちですか、広野イオン内でいいんですか、で、にあります。イオンの中にありますということです。はい、詳しくは皆さんググってください。営業時間が短いのでご注意をと、これラーメン屋さんの山猿っていうのが今度は右の写真ですね。これも同じくイオンにあると。でおすすめは担々麺っていうね、最終ラウンド、これ J ビレッジの福島のね、止血最終ラウンドの話ですよ。最終ラウンド時点ではあのきっと寒いでしょうと、11月の下旬なんでね、この温かい担々麺で体温めてはどうでしょうかと。そして下は餃子と、はい、もう見ればわかるというね。はい、今回はこの2つのお店、クッチーナさんと、ラーメン屋さんの山猿さんのご紹介、以上お便り終わり。2通目いきましょう。2通目は、かずみさんですか。いいですか。はい、10月23日メール読みます。週明けのスタッフの皆さんこんばんは、お疲れ様です。23日水曜日、天皇杯行ってまいりました。鹿島アントラーズ対ホンダ FC、そしてまた今度の、次の日曜日27日の日曜日は JFL の、琉球大ドラゴンズ対ビアティミエ、両方とも茨城ですね。
水曜日が鹿島スタジアム、2日目、日曜日が、琉球辰野古フィールド、ね、JFL の試合と天皇入ってきました。どちらも共通点は連合軍ということで、まず水曜日の天皇杯の場合は本田 FC のゴール裏、まあ、いわゆる JFL を、ね、応援する他チームのサポーターやね、それこそ JFL 以外のカテゴリーを応援するような、ね、ファンやサポーターも一緒になって、いわゆる鹿島スタジアムのアウェーゴール裏に集結したわけですよね。で、さまざまなカテゴリーのチームのサポーターが集結して、結果は、試合結果は惜しくも負けてしまいましたが、どこかすがすがしく楽しかった感動さを覚えましたと、水曜日の天皇杯、惜しかったですね、本田、ね、また来年に期待しましょう。そして日曜日はビアティ三重戦、まあ、関東、北関東なんでね、茨城県はね、辰野古フィールド。で関東や東北にもファンの多いビアティン三重なんですと、数回ある関東遠征にはビアティンと愉快な仲間たちという、東北関東連合軍と銘打ってツイッターなどで呼びかけて、楽しく応援してますと。そしてこの写真で決めポーズしてるね、 NHK をぶっ飛ばすみたいなポーズしてるのがビアティンのコールリーダーのリュウジ君ですね。はい、だからこれは何かをぶっ飛ばすっていうポーズなんですか、リュウジ君。リュウジ君のもとで楽しく応援してますと、連合軍がと。各カテゴリーと各チームのサポーターたちが集結と。フットボールがつなぐもの、時には敵同士、時には味方同士、加勢し合ったり、素敵なことだと思っていますと。で、今ね、ラグビーのワールドカップ、日本やってますからね、日本のワールドカップ、ラグビーも湧いている昨今ですが、サッカーもノンサイドの精神でサポーター同士のバリアフリー、助け合い、リスペクトし合える仲間たち、いつまでも大切にしていきたいし、広げて伝えていきたいと改めて思う、この鹿島と辰野古琉球の2試合、2試合ともでそういう気持ち、気づきがありましたということで、以上、2つ目終わり、かずみさんありがとうございました。今週のお便りは以上です。そしてエンディングです。まもなく番組、ジャスト2時間経ちましたね。やっぱりなかった、戦車の特集。これで4試合が今日特集できたので、本日をもって10月のね、最終週ですけどね、全車もようやくこれで終わりと。11月からはいよいよ、チケツの特集に突入してまいりますということで、また来週お楽しみに。来週は3連休明けの火曜日、平日の夜、おそらく7時45分頃からスタートです。生放送。地域チャンピオンズリーグ1次ラウンド直前展望と3つのグループをじっくり、展望していきたいと思います。特集です。それでは今週2時間長時間の生放送ご覧いただき大変ありがとうございました。また来週見てください。あ、この後プラスやるかやらないか分かりません。とりあえずさよなら。